ちは。川本と申します。内藤さんには球団と呼ばれています。私はアメリカで、育ちました。8歳から22歳までアメリカにいました。その中で改めてその自分が日本人であるということをすごく痛感しましたので、帰国したら、その日本の真髄ともいえるものに触れたいなというふうに考えていました。でその中でいろいろ舞台芸術とか好きでしたので、その中で一番惹かれたのが、お能というものです。能楽というのは本当に不要なものを全部削ぎ落として、必要最小限のもの、それもずっと力士のようなものがそこに舞台に現れる。だからすごく内容が濃いという感じですかね。で動きが写実的ではないので、逆に書いて写実的でないがゆえに、その心で表現しないといけない。で心で表現しないといけないので、そこに嘘があっては伝わらない。だから本当に心から心に伝えるもの、真理というものを伝える、それにすごく適しているふさわしい舞台芸術ではないかなというふうに感じています。特に扱っている内容がですね、日常的なものというよりも、そのこの世的な三次元的なものを超えた存在、天女ですとか神様ですとか天狗ですとか、あるいはお花、木、老木の精であるとか、本当に自分の心を落ち着かせないと、触れることができないような存在が舞台に現れる。だから本当に何て言うんでしょう、ピュアになった気持ち、純粋な気持ちになって初めて現れるようなものと対話ができる、強いて言えば、自分の心との対話っていうんですか、そういう奥深さっていうものを感じたので、そういう魅力を感じて、日本に帰国したらぜひやりたいなと思って、それから30年ぐらいでしょうかね、経つようになります。で今10年ぐらい前から、プロの舞台に立たさせていただいて、仕事をやりながらですけれども、日々いろいろ勉強しながら続けております。